だって1月急上昇だったからね。サブチャンネルどうなってたのか、ものすごいことになってました。内訳としてどうなるのかって言ったら、サブチャンネルが一体いくらだったのか見てみましょう。さあ、第始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はですね、皆さん、おなじみのじゃね、皆さんお待ちかねのですね、収益公開動画になりますね。最近は入試問題の公表がずらーっと並んでたので、なかなかね、普段の企画を出すことができなかったんですけど、まあ、3月にもなりましたから、2月に振り込まれた1月の収益全額公開しようと思います。で、これ毎度毎度ね、いつも言ってるんですけれども、振り込まれた収益額は言って構いませんので大丈夫なんですですね。だからもういつもいつもですね、コメント欄に規約違反だったらいいですかってね、書くのやめてください。規約違反ではありません。はい、では見ていきたいわけなんですけども、ここ半年分ぐらい見ますか。まあ10万人行ってからぐらいにしましょうか。登録者がだから8月が582,260円ですね。で、9月が752,090円。そして、10月が746,192円。そして、11月が641,340円という形になりました。まあ、だいたいこういう風にね、5、6、7ぐらいを来たり来たりしてるっていうのがありました。だいたい5月ぐらいからそうですね、ずっと。だいたい50万円ぐらいから、70何万円っていうのを行ったり来たりするっていう感じでした。広告単価がやっぱり2020年は低かったんで、まあこんな感じでした。で、12月ですね、先月が137,478円ということで、久しぶりの100万超えですね。広告単価が非常に高かった2020年の3月以来、初めて100万円超えたっていう形になります。そんな中、一体1月はどうだったのかというわけですね。まあ12月は単価が高いところ多いので、その年度末のね、会社とかもありますし、広告の単価が高かったんです。さあ、そんな中、1月はどうなったのかってわけなんですが、で1月の方が広告単価は低いです。低いんですが、急上昇乗りましたから、僕。そうです。共通テスト英語リーディング世界最速好評っていうのが、これ30万再生取ったんで、1月だけ319,983。で、そして教育系 YouTuber からのね、受験生の応援メッセージって言ってね、様々な教育系 YouTuber に応援のメッセージ取っていただきました。あれが14万再生。で、まあ中森先生と何かしたのかっていうね、共通テストどうだったんだっていうね、難易度のやつが、これが13万7千再生ということで、やっぱり共通テスト系が強かった。ね、やっぱ受験シーズンですから、狙いに当然行ってます。で、その後は共通テストの英語のリスニング好評。で、コロナにかかりましたですね。これが82,565。あ、ま、という感じで、そうでしたね。私コロナにかかってましたね。そうだ、サブチャンネルめちゃくちゃ再生されてたじゃないですか。ホテルの療養生活。それがすごい影響してるでしょうね。多分、収益に。まあ、絶対でしょうね。だから、メインチャンネルは下がってるけれども、サブチャンネルは大幅に上がってる。で、じゃあ6以降は共通テスト国語。平先生単体のやつが出ましたよ。こんなことがあるとは。72,000再生。で、次は共通テストの第二日程の英語の公表。おい、第一日程より簡単じゃねえかっていうね。それが7万再生。で、次が第258回トイック結果公開52,000再生。あ、これなんか、ようやく普通の企画ですね。で、共通テスト国語公表現代文編。ということで、平さんが古文編と現代文編両方出た5万再生ですね。そして共通テスト、お疲れ様ライブ配信っていうですね。ライブ配信も5万再生。という形で、ほぼほぼ共通テストですね。10本中8本が共通テスト。という形になりましたね。まあ、この後にね、泉先生とかはね、1月31日なんで1日だけなんですけど、かなり再生されたりしましたが、さあ一体いくらだったのか見てみましょう。ではまた下一桁からいきたいと思います。下一桁最初のが5、続いて5個目ですね。そして7、次が0、9、そして11ということで119,755円という形になりました。すごい、100万円を2ヶ月連続で突破しましたね。わあ、
いやすごい。まあこれは完全にサブチャンネルのブーストですね。そしてまあメンバーシップですね、皆さん入っていただいている方々本当ありがとうございます。現在140人ぐらい入っていただいてますけど、まあ当時は100人いってないぐらいかな、この頃はそれぐらいだったと思うんですけど、レベル2以上だったらトイックの授業を見れますっていうのをねやってるんですけど、まあ、そんなに大々的に宣伝してこなかったんですけど、授業チャンネルね、いよいよ開始されるんですが、授業チャンネルの設備のやつがめちゃくちゃ高かったので、いろいろちょっとあ、これちゃんとメンバーシップで支援してもらわないとやばいかなと思ったので、すごい高いものいっぱい買ったんで、そんな形になってます。じゃあサブチャンネルどうなってたのか、ものすごいことになってますよ。1位から10位までですね、すべて私のコロナの療養生活の動画ですね。まあ当たり前なんですけど、1日目の療養生活が7万3000再生で、自宅に戻ってきたよっていう、自宅療養生活開始するよっていうのが、これまた7万再生って言って、で宿泊施設生活8日目が3位、4日目が4位で、最終日が5位、6日目が6位、7日目が7位、いや簡単だな、5日目が8位、あれ7日目2個ある、最後は3日目ですね。まあっていう風になってるんですけど、それぞれですね、7万3000、6万9000、6万7000、6万5000、6万5万8000、5万6000、5万5000、5万5000、6万6000という形でめちゃめちゃ再生されたんですよ。まあみんなどんな感じになるのか知りたかったでしょうからね。メインチャンネルでいうところの6位からのに入りますね、これね。まあ今はね、そんなサブチャンネル再生されてないですけど、まあぜひね、また見てください。飯食ってるだけ。まあまあまあ、言ってましたね、本人時代も。まあこれコロナ終わったら、どんどん下がっていく、人は飽きちゃうもんだからって言ってたんですけど、まあそうなって、登録者も減ってってますから、まあ新しいことやっぱ始めなきゃいけないんですけど、ただ熱狂的なファンの方々はついてくれましたね。再生時間がめちゃくちゃ長い。維持率が全然メインチャンネルより長い。あんな、ただ食べて喋ってテロップの編集とか全然ないんだけど、再生時間が全然長い、こっちの方が。だからもっとすごい再生数があれば非常にいいものになると思います。でじゃあ内訳としてどうなるのかって言ったら、サブチャンネルが34万ですよ。もう圧倒的に今までのサブチャンネルのやつと違う。療養生活始まる前まで10万円超えたことなんかなかったのに、サブチャンネルって34万まで行きましたから、暮らせるぐらいまで行ったっていうね。あ、もちろん2月はボンボンと下がってますからね。なんで34万なんで、まあだからメインチャンネルが80万ぐらい、80何万っていう形ですね、という感じになってるわけですね。いやすごいな、サブちゃんすごいな、この頃はい、まあそんな感じになってます。まあこれからもね、頑張っていきたいと思います。まあ授業チャンネルの方はね、もう本当にこの YouTube で得たお金で全部いろいろと買ったり、ね、機材揃えたりとかやってますんで、黒板、電子黒板、カメラでね、200万超えましたからね、なんとかこの2ヶ月のお金でそこは賄えたかなと思います。ありがたい限りでございます。新たな計画、新たな一歩、ね、踏み出していきますので、ぜひともこのままね、応援よろしくお願いしますね。ぜひメンバー登録とかお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.